さんって持ち玉どっちですか？やろう。でも、もう痛い。ドローって寝られそう、ドロー。あ、めちゃめちゃいいじゃないですか。思い込みによってボールが変わる。じゃあ変わって、この方だ、ドロー。田中先生、どこ狙えばいいですか、じゃあ。上げてるか、けど。あの、ストイックな、あの、バンカとバンカの間。間。狙い撃ち。よし。間で遠く見るとしたら、ポールですよね。そうだね。なんか見学されてる方みたいです。私がね。そうでしょ。え、いつもそうじゃん。そっか、うん、今日に限らず。なるほど。その対決の時は見学してる人じゃないと。まあそうだよね、プレイしないから。うん、メインは2人。メインは、はい、2人だから。飛距離はゆきちゃんの方が飛ぶんですかね。そうだね、ゆきちゃんの方が全然飛ぶね。うん、振りに行ってるもんね、バンバン。うん、感じ的に。うまい。ナイス。昨日もみんなここで悩んでたよ。はい、なんかこのグリーン難しいです。フック打ったらスライスしたんだよね。はい、こっちから見るとフックかな。スランやっぱ想像想像で作り出すライン。想像で作ったラインに乗せていくしかない。思い込みに乗せるって。ああ、ちょっと巻いてるんで、巻いてるよ。
か結構フォローかな。横また横風かな。また横なのかい。左に風吹いてるの。でも結構左に流されてましたね。17番の5番やん。風止んだっぽい。私が打つ時に風が止むのはなぜでしょうか。止むパワー持ってる。止むパワー持ってるのかな。だとしたらいらないんだけど。いらないか、もうちょっと手前からそのパワー発揮したい。逆目なんで、ちょっとインパクトしっかりして、あ、58度です。みさちさん、あのさ、はい、ちょっと質問なんですけど、はい、質問タイム入って風が強い日にみんななんか草切って飛ばすじゃん、はい、草むしり。そう、あれね、なんか、はい、あんまよく分かんなくて、あ、目安みたいのがあるのかなと思って。例えばなんですけど、まあ、結構皆さんこの風を読むときに、まあ、こういう風にダバって取ってなんかパッてやるんですけど、うん、これ多分ほとんどなんか見てる人いなくてちょっと儀式的にやっちゃうと思うんですけど、うん、私の場合はまず、まあ、草を取るときにちょっとポイントがあって、すごい長く取っちゃうと重すぎて動かないんで、あ、飛んでいかない、はい、なんで軽く短く取って、で、まあ、目線よりも上の高さにポンって上げて、うん、風でどのぐらい草が飛んでったかっていうのとスピードを見てて、例えば自分を基準として自分の体、まあ、身長よりも少し外側に出てくような勢いで飛んでった時は大体1番手ぐらいで、それよりももうちょっと飛んでった時は2番手っていうような感じで、まあ、基準はまあ自分の身長というか幅ですよね、を基準に飛ばすように、うん、あとは注意ポイントは必ず目線の高さだとあまりにも低すぎるんで、目線よりも上空の部分で飛ばすと、たまにまあアゲンストとかだったりするともう風で顔面にかかったりもするんですけど、うん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 、っていうのを意識しながら、はい、やってます。じゃあポイントとしては短くつまんで、はい、頭の、そうですね、頭、目線よりも少しやっぱりこう、おでこぐらい、あ、もっと結構上だね、はい、あ、じゃあもう腕いっぱいぐらいの飛びのかな。そうですね、上げてもらった方が。なるほど。で、あとはあれか、ちょっとその辺は経験になってくるって感じだね、一番手とか二番手は。
必ず変わんない自分の基準、身長とかでやってれば。わかりました、ありがとうございます。さっきやった時に左から右だったので、これはどんな感じのあれなんですか？つま先上がり？複合ライン。複合ライン。つま先上がりとちょっと左足下がりが混ざってるラインですね。で、まあ自分の立ってるポジションは結構左足下がりが強いんですけど、ボールはちょっと左足、つま先上がりが強い感じになってて、複合ラインって結構どっちに飛んでくか。わからないんですけど、この場合は、まあ、足場の左足下がりっていうので、若干右に飛んでいくかなって、何まではいかないけど、程度っぽい感じ。ワンポイント絞るとしたら、どんな感じであれですか？まあ、特に左足下がりとかだと大振りはできないんで、コンパクトに、ちょっとこうハーフスイングとかスリークォーターぐらいのイメージで、ちょうど私、あの左のちょっと背の高い木の方に打ち出して右に曲がってくれるとなーって。分かりました。ナイスショット。曲がってハートミス、ハートミスだ。ただミスちょっとしやすそうなところは、基本大振りはしないっていうのがまず第一ポイント、うん、まあ、極端なこと言うと平らなライってゴルフ場には存在しないんですけど、目立つ傾斜では基本的にハーフスイングぐらいを意識して振るとコンパクトに振りやすいのでミート率が上がってくる、うん、飛ばしたいとかは一回捨てる、うん、確かにね。ました、ありがとうございます。はい、いいですね、後半に向けて徐々に。そうですね、じわじわと先輩モードちょちょちょってあと圧をかけていただいて、圧をかけようと思います。
疲れ様でした。お疲れ様でした。暑かった。まあ、後半が、まあ、対決、いよいよ対決になるんですけど、はい、放送は対決動画から放送されて、その後に前半の練習ラウンドがあるので、はい、まあ、視聴者の皆さんはあのまだ 見られてないという方は見てくださいっていうコメントをするところでした、はい、なるほど、見てください、見てください、はい